バイオサイエンスデータベースセンターの岸田です。2日間の、講習会、皆さん本当に長時間にわたりましてご参加いただきましてありがとうございました。お疲れ様です。私の話はサイトスケープというその、複雑ネットワークを可視化するツールの使い方を、の触りのところをちょっと、1時間半ぐらいかけてお話ししたいと思います。難しい話ではないので気楽に聞いていただければというふうに思います。であとちょっとこちらの方にプログラムがあって資料の方を、ちょっと昨日、というか今朝いろいろ見直してみたら、データがちょっと新しくなってたりしたので、お配りしたファイルは、こちらからまたダウンロードできるんですが、それちょっと更新しましたので、まあ、今ダウンロードしていただく必要はない、内容大きな変更はないんですけども、ちょっとインターフェースがちょっと若干新しいバージョンになって変わっている点があったので、それだけちょっと、スライドを若干修正しました。また時間あるときに、見ていただければと思います。それではサイトスケープを使ったデータの可視化についてお話しいたします。でライフサイエンスデータの、可視化といいますと、まあいろんなものがあるかと思うんですけども、昨日のボノさんの話にあったようなそのゲノムブラウザーでゲノムの位置情報を表したり、今日のそのまたボノさんの話の中で FX っていう、遺伝子発現の、情報 の, その体の人体の部位を示すようなものもありましたし、あと経動時とか、あと、これもそのボノさんの話ではありましたけども、遺伝子の発現量を、段階的に色分けをして、その発現量を区別するというようなヒートマップという形で遺伝子の発現量を、図示化するということもあったかと思います。で、あとパスウェイとかネットワーク、今日は実はこのパスウェイとかネットワークの可視化の話を中心にお話しさせていただくんですけども、その、ツールとしてサイトスケープといったものがございますので、その使い方を簡単にご紹介したいと思います。でこれがちょっと切れちゃってますけども、マウスのインタラクトームのネットワークでちょっと若干暗くて見にくいかもしれませんけども、これはサイトスケープというツールを作っている UCSD カリフォルニア大学サンディエゴ校の、グループの、大野さん、実はその開発のサイトスケープの開発の中に日本人の方がいらっしゃいまして、そのことからいただいた、図なんですけども、実はこの図がそのサイトスケープの特徴を表すのに非常に、適しているということで、いつも講習会の時には使わせていただいています。でこれは何を表しているかというと、そのサイトスケープ自体がどういった目的で作られたかというと、その一つの生物種の遺伝子 の, そのインタラクションの情報を一つのツールで、見たいというような要望があったんです。要は数万の遺伝子に対するその遺伝子間のネットワークの関係を表したいというようなことを可能にしたツールであるということです。このネットワーク図の、ネットワークとかパスウェイの情報を表す、ツールっていうのは、2000年の初めから、半ばぐらいにかけまして、プロテインプロテインインタラクション、要は、2ハイブリッドの実験等が非常に流行を迎えて、その、遺伝子間の相互作用の情報を表すときに、各プロジェクトでそのネットワーク図をの表示可視化ツールみたいなものがどんどん出てきたんですけども、まあ、サイトスケープもそういった目的に作られたわけではないんですが、ほぼ同じ時期にできたんですけども、その他のツールがもう今ほとんど見る限りなくなってしまったんですけども、サイトスケープは10年ぐらい経ってもですね、今この、現役で、スタンダードなツールとして、使われている。でこれはこれから紹介しますけども、オープンソースのプログラムで、だから皆さんは、特に断りなく皆さんダウンロードして使うことができるものです。で今日のお話なんですけども、ちょっとこちらに概要を書いてみました。サイトスケープについて、今基本操作、パスへの書き方、レイアウト機能についてご紹介して、データ解析の簡単な例をご紹介するってことをなんとか1時間半の間にやりたいと思います。残りのところはちょっと時間が多分足りなくなっちゃうので、さらっと流してしまうことがあると思うんですけども、こういう順番でお話をしたいと思います。サイトスケープについてまず最初にご紹介をしますと、ちょっとさっきも言ったんですけども、オープンソースのプラットフォームで複雑ネットワークの解析ビジュアライゼーションのツールであるということです。でバージョンとしましては、2.0 というものが、数年前まで主流だったんですけど、今 3.0 というものがここ 2,3 年、まあ、主流になっているということで、皆さん、事前にその講習会の前にサイトスケープを、インストールしておいてくださいとお願いをしたんですけども、インストールがうまくいかなかった方っていらっしゃいますか？
なんとか大丈夫、Java をインストールしてもらって、その後、サイトスケープのその各プラットフォームにあったものをインストールしてもらうということを、していただいたかと思うんですけども、できていればそれを、ちょっと使いながら、ただその、若干その説明の方が早くなってしまったときになかなかついてこれない場合があるかと思うんですけども、まあ、ついてこれるところまででいいので、あとはまた後から復習という形で対応していただければと思います。で、あとその開発者のところ、先ほどもご紹介したように失礼しました、開発者のメンバーに日本人の方がいらっしゃるという話をしましたが、まあ、その他どういった開発者がいるかというと、こちらに写真があるんですけども、この方特にその上のリーダーシップを取っている方々というのが、システムバイオロジーであるとか、タンパク質の相互作用の情報、ネットワークを、研究している方とか、あと、疾患の、ネットワーク、特にがんの、ネットワークの研究をしているというその、第一人者の人がこのプロジェクトのリーダーになっていて、先ほど紹介した小野さんという方がその、開発の方で、かなり重要な役割を担っているというようなことです。で、チュートリアルなんかも非常に充実してまして、ちょっと一部紹介してやって、あと、スライドの、資料の一番最後の方にまとめてあるんですけども、興味のある方はまた見てください。で、最新版は、6月の4日現在で 3.21 というバージョンが、あるので、それを私の環境で今ダウンロード、インストールをして、今日の講習会ではご紹介するということにします。で、サイトスケープの特徴と機能ですけども、まあ、こちらの方に十数個あるんですけども、特に、チェックはつけたもの、これがその、私が非常に、このツールの優れているところだなと思うんですけども、一つが柔軟な可視化の機能を持っていると。で、豊富な、グラフの自動レイアウト機能を持っている。で、3つ目が、アプリ、まあ、プライムによって機能を追加できるというようなところ、特にそのデータの解析機能などが、最新のものがどんどんと追加されて使えるようになるということです。で、先ほども申し上げましたとおり、そのサイトスケープはもう10年ぐらい、もうずっと、生まれてから、使われ続けているんですけども、それがそのプラグインという機能によって最新の機能をどんどん追加できるということが、この長い間、スタンダードとして使われてきた理由ではないかと思います。特にデータの解析につきましては、解析の専門家、バイオマスチャンであるとか、あるいは統計の専門家等が新しいアルゴリズムを開発したときに、それをその例えばライフサイエンスの分野で活用する、あるいはネットワーク解析の分野で活用、活用するときに一応サイトスケープでプラグインを作ってみましたというようなことが、一つのその、まあ、流行りにも、なっているところもあるので、ユーザーの人はこのプラグインを、最新の、その、データ解析の、機能を使うことができるという、まあ、メリットもある、まあ、こういったことからも、サイトスケープが非常に長い間皆さんに愛され続けているという理由ではあるかというふうに思います。で、一つ一つその特徴についてご紹介をしますと、まず、まあ、様々な標準データフォーマットに対応しているということで、SIF とか SGMML とか GML というそのグラフ表記、サイトスケープのネットワークというのは、点と線でつなんだ、グラフモデルで情報が書いてあるんですけども、そのグラフ表記の標準フォーマットであるといったものが、まあ、もちろん使えて、あとシステムバイオロジーのマークアップランゲージであるとか、プロテオミクスの、インタラクションの標準の形式であるとか、バイオパックスというその、まあ、ケグとか、昨日も話し合ったようにケグとかいろんなさまざまな、パスウェイとか、そういったそのデータの交換のフォーマットがあるんですけども、まあ、それに、も対応したり、あと、まあ、Excel のデータも使えるというようなことです。で、あといろんなそのネットワークの、表示のサービスなんかでも、このサイトスケープの技術が使われていたり、そのサイトスケープのファイル、専用のファイルっていうのが、SYS というファイルなんですけども、このファイルの特徴が、その解析の手順をずっとその、履歴を残しておくということで、後からそのファイルを開いても、その戻ってどういう履歴をしたかということが確認できるようなことが一つの特徴です。あとデータの総合運用ということで、まあ、さまざまな解析ツールなんかとの連携も非常によくできているということです。で、3つ目じゃなくて、次は、データの可視化機能なんですけども、WizMapper というインターフェースを使って、まあ、かなり、自由に、そのグラフを、
このネットワーク図を、色付けをしたり形を変えたりすることができます。で今日はその使い方についても、比較的ちょっと時間を割いてご紹介をしたいと思います。でその他、画像の出力が、さまざまなフォーマットに対応しているので、例えば論文に提出するような、高品質な例えば EPS とかその高品質な画像を出力して使うことができるということです。あと豊富な自動レイアウト機能ということでその、点と線 のつながりでできているわけなんですけどもその並び替えの、アルゴリズムが、20個ぐらい確かあったと思うんですけども非常にその豊富な、レイアウトアルゴリズムを持っている自動アルゴリズムを持っているということです。で特にその、ネットワーク図を書くと、経験されている方は分かるかと思うんですけども、20個ぐらいのノードからなるネットワークだったら自分の手で動かして好きなところに適当なところに配置していけばいいんですけども例えばそれが100個とか200個とかっていう、それ以上になっちゃうともう全くその人の手では追えないというような自分 その手でいろいろ適当な配置にするなんてことはもうほぼ不可能なのでこういった自動レイアウト機能というのは非常に役に立つものです。であとパスウェイの検索機能ということで、パスウェイに対するその点と線にある例えば属性値を対象にキーワード検索をかけたりすることができる。あとブラウジング機能ということでこのネットワーク図のとこからズームインとかあるいは、拡大したりあるいは全体を見たりということはもちろんなんですけどもパスウェイを2つのパスウェイを統合するというのも非常に簡単な、操作でできるようになります。あとフィルタリング機能というのは、ちょっと検索機能と似ているところもあるんですけども、例えば、そのノードに持っている、実験データの値みたいなものを、ある、レベルを設けてそれ以下のもののノードを出すとかそういったその、絞り込むような機能なんかも持っています。であとはそのパス、部分パスとかモジュール構造の発見これはその後からちょっと紹介するプラグインと非常に密接に関係してくるんですけどもその複雑なネットワークの中からなんか意味のあるような部分構造を見つけてくるというようなことが、プラグインを組み合わせてできるようになっています。でこの、その部分構造を見つけるにあたってはその要はそのネットワーク解析技術的なもの要は生物学とは関係ないネットワークの技術を使って見つけることもできますし、実験のデータを反映してその中から、遺伝子の高くて、特にその密に、部分構造を作っているというような、情報を反映しながら部分構造、を見つけるというような、アルゴリズムもあります。で今紹介したのはプラグインなんですけども、いろんな種類の、解析ができるようになっています。でこれもちょっと時間があれば後からちょっと紹介するんですけどもさっきボノさんが紹介したような遺伝子発現の、ところでデビットっていうツールを使って例えば高発現遺伝子のグループを取ってそのグループに対する、統計的に、特徴付けられる、ジーンオントロジーのタームをつけるといったこともこのツール上でも一応できます。あとは、開発者の方に中に、日本人の方がいらっしゃったように、多言語に対応しているというようなことも一つの特徴かと思います。それでは基本操作の方に、入ります。で最初のこのスライド1枚2枚目というのは、大きなデータを扱うので、サイトスケープが取り扱うそのメモリを一応その、メモリの、設定するファイルがあるんですけども、基本的には今の、初期設定のものはいじらなくていいのでもし今後何か大きいファイルを使うことがあって、動かなくなっちゃったみたいな時は、このスライドをちょっと思い出して、そのファイルを見つけて、ちょっと設定の方を、いろいろ、検討してみてください。でちょっとその要はその取り扱うノードとか位置の数によって、メモリのサイズを変えるってことなんですけどもちょっとこれは古い情報かも最近 その、マニュアルなんかではちょっと情報として載ってないんでちょっと古いかもしれませんけども要は大きい、ネットワークを使うと、ちょっとメモリサイズを、若干ちょっと変えてやる必要があるということがあるということだけ心に留めておいてください。で、ここから実際にサイトスケープの、方をいじっていくわけなんですけどもサイトスケープの起動の仕方ですけれども、で私はその Windows を使っているので、
C ドライブのプログラムファイルの中にサイトスケープっていうフォルダがあって、その中にサイトスケープエグゼっていうファイルがあるんで、それをダブルクリックして、起動 します、もしインストールされている方で、実際にサイトスケープをいじりながらこの、課題、プログラムを聞きたい方は起動をちょっとしてみてください。ちょっと時間がかかると 2,3 分、ダブルクリックしてから実際立ち上がれば 2,3 分かかるんですけども、ちょっと、やってみてください。で、私の場合は、プログラムファイルのサイトスケープってこのフォルダがあって、その中にサイトスケープエグゼっていうのがあるんで、ここはこれをダブルクリックします。で、ちょっと頻繁に多分立ち上げている方は比較的早く1分ぐらいで立ち上がると思いますけども、初めて立ち上げる方とかはひょっとしたら 2,3 分かかっちゃうかもしれないです。で、これが立ち上げた最初の画面になるんですけども、ちょっとウィンドウがこれ出てくるんですが、これは閉じてしまっても構いません。今まで開いた、ファイルであるとか、例えば、何をやりたいか決まっている場合にはここから入り口としてあるんですけども、今回は、閉じてしまっても構いません。で、まず最初に、まだ多分開いてない、開いた方いらっしゃいますか？もう結構開いた、はい、じゃあそうしたらですね、開いた方は、ちょっと画面の構成の話をしようと思うので、このフォルダのマークかファイル、そうだな、ファイルから、オープンっていうのがあるんで、オープンを選んでいただいて、そこに、そうすると、最初はちょっとどこが開くかわからないんですけども、サイトスケープの先ほどそのサイトスケープのフォルダの中にサンプルデータっていうまたフォルダがあるので、それを開いていただくと、その中に中に非常に似たような名前のファイルがいっぱいあるんですけども、その中でガルフィルタードドット SYS というファイルがあるんで、これを、開いてください。多分それ以外のファイルは選択しても開かない可能性があるので、開かなかったらちょっとこれもう一回選び直してください。ガルフィルタード CYS というファイルがあるんで、これをちょっと開いて、で、こういったものが開いたら、一応その、サイトスケープの、先ほど紹介したような CYS というサイトスケープの、オリジナルのファイルの、開き方、ファイルからオープンで開くということになるんですけども、開くということになります。なるほど。で、画面の構造をちょっと、構成をちょっとご紹介すると、この真ん中のこの左の、真ん中にあるのがネットワークビューアーということで、この絶対のそのネットワーク図を表す、部分になります。で、その下が、これがテーブルパネルって書いてありますけども、要はこのパスウェイの構成要素に対する、属性の値、中の持っている情報を表す、ページでして、例えば、ちょっとこの図が実はあんまり良くないんだけども、ここをこう、マウスで使って選択することができるんですけども、そこでこの下のところにまたタブがあるんですけども、例えばノードテーブルとか、エッジテーブル、ネットワークテーブルってなんですけども、ノードテーブルっていうのを開くと、今これ選択しているもののこのノードの、この持っている情報、属性値がこういった形で表示されるということです。まあ、この要はネットワークの構成要素の持っている属性値を見る部分であると。で、この右の部分が、コントロールパネルという部分で、これは、今、コントロールパネルの下のスタイルというところが選択されているんですけども、このスタイルというところを選択すると、このネットワーク図の構成要素のビジュアルを変えることができる、タブになります。で、その横の左横のネットワークというのを選ぶと、今開いているファイルが、ガルフィルターの今これ SIF となってますけど、まあ、シスってファイルを開いたんですけども、これを開いているということを表していて、その横の数字がノードの数が、331個で、エッジの数が362で括弧3って書いてあるのが今、多分選ばれているノードの数が
3であるということだと思います。まあ、多分これを別のところをクリックすると、0になると思うんですけど、1個選択すると多分1個だけになる。で、この全体のパス A がこのその下のところに表されていて、今この全体のパス A のこの部分をこちらのメインの、View 1のところで開いて、見ているということになります。でこの View 1のところは、このマウスを使ったりするとこう自由にここでこう動かすことができるので好きなところも見れますし、もちろん、虫眼鏡のマークがあって拡大であったり、縮小であったり、あと、これは一体して書いてあるのはその全体をこのメインのビューワーで見るであるとか、あとは、こうある部分を選択をしてその部分を拡大した場合にはこの、アイコンを選択するとその部分が拡大されるということになります。あとマウスを使っている人はマウスのホイールでこうやって動かすと、拡大したり縮小したりするような感じに、なっています。これがその画面の構成なんですけども、次にその、こういったそのじゃあネットワークの、可視化の状況をちょっと変えてみたいと思います。で、実はこのファイル今表示しているものっていうのが、3.21 になって新しく追加された、まあ、元のデータとも、古いバージョンと同じデータではあるんですけども、ちょっとその表示の仕方が、かなり高度になってきていて、例えばこの丸が遺伝子を表していて、その線が遺伝子間の例えばプロテインプロテインインタラクションであったり、遺伝子と、DNA の相互作用の関係を表しているんですけども、それでこの下のところにラベルがついています。これが遺伝子の名前ですけども、この横に、棒グラフがあるんですが、この情報というのは実はその、生物学の情報をちょっと反映したものじゃなくて、今回ちょっとあまり詳しく説明しないんですけども、そのネットワークの解析の中で、そのネットワークの中の非常にその中心的な役割をする、例えばハブのような役割をするようなことを示す指標として、なんかその中心性とかその、ジグリーといってその、その濃度に対してどれぐらい線が出たり入ったりしているのかということで、まあ、要はハブになれば、直感的にたくさんの、エッジが出てきたりと線が入ってきたりするというようなことなんですけども、まあ、その指標を表す情報がこれ入っているんですけども、今回はあまりそのネットワーク解析のところを、バリバリやる気はないので、ちょっと、まあ、ちょっと余分な情報なので、ちょっとこれはちょっと、消すようなことをしたいと思います。で、実はあの今で、デフォルトの表示がこうなっちゃってたので、今朝ちょっと急遽資料のを変えたんですけども、どういうふうに変えるかというと、ここのコントロールパネルのスタイルってところがあるんですけど、スタイルを選んでいただいて、そこの今、ガルフィルタードスタイルっていうような、このプルダウンメニューがあるんですけども、ここを選んでいただくと、いくつかの選択肢があるんで、その中の、今これが選ばれている真ん中のガルフィルタードスタイルっていうのがあるんですけども、その横のガルフィルタードスタイル2っていうのがあるんで、これを選んでください。これを選ぶと、この、お配りした資料と同じような、ネットワーク、ちょっと若干色が違うんですけども、似たような表示になるかと思います。で、この今開いているファイルっていうのが、まあ、ちょっと後からまた詳しく紹介しますけども、出芽酵母の、出芽酵母に対してある遺伝子を、ノックアウトした案だと、ノックアウトした時の遺伝子の発現量をその元のコントロールの比べてどれだけ増減したかということを色で表しています。ちょっとこの濃度の大きさっていうのは、実はさっきの言ったその、エッジが何本入ってるかっていうようなその、まあ、ハブになるような可能性のあるようなものをちょっと大きく今、ネットワーク解析の観点から大きくしたりするように自動的になっちゃってるんですけども、この色のところが遺伝子の発現量を表しているというふうにちょっと思ってください。でそこでそしたらまずこの、ネットワーク図の色を変えるってことをちょっとネットワーク図の中のノードの色を変えるってことをやってみたいと思います。まあ、変えるというかどういうふうに設定するかってことなんですけども、この、また、左の方のネットワークのと、この、コントロールパネルのところのところにいくつかその、この、表のような形で情報がまとまってますけども、その中の上からこの場合だと3番目に、フィルカラーっていうのがあるんですけども、これは今、濃度の色を、制御している情報になっていて、
でここにノードとかエッジとか、ネットワークというタブがちょっと切れちゃってますけども、このノードのところが今選択されているので、ノードの今このカラーを、この部分というのは、設定しているということになるわけです。でこの部分の、フィルカラーのところの右の方に、三角形の印があるんで、これを、クリックしてもらうとちょっと開きます。で開いて今これ何を見ているかというと、そのちょっと切れちゃってますけども、この、最初の、この部分っていうのが、この枠が、ガル1、RG エクスプレッション、多分これはガル1という遺伝子を、ノックアウトした時の遺伝子の発現量を表した、属性値であって、ちょっとこちらに移りますけども、こちらの、テーブルパネルのところに、さっきも言ったようにこのパネルではノードとかエッジの持っている情報を表す、テーブルだって話をしたんですけど、その中の、今 GAL1 のエクスプレッション、RG エクスプレッションっていう中にこの数字が入ってると思うんですけども、この数字の値を元にして、まあ、この下のような色分けをしているというようなことを表しています。だからここでここをクリック、今、この値をもとに遺伝子の発現量を、色付けしているというわけなんですけども、要は、GAL1 という遺伝子をノックアウトした時の、時に、その他の遺伝子がどのような、その元の、要するに、ノックアウトしない前のものと比べて、遺伝子の発現量が上がった場合には黄色、下がった場合には青というような、ちょっと大まかな説明になっちゃうんですけども、というような形で、かけというようなことになっているんですけども、なので今ここで今 GAL1 というようなものが、こういうふうに選ばれているんですけども、例えばこれが、GAL4 というのもあると思うんですけども、 GAL4 というのはその GAL4 という遺伝子を、ノックアウトした時の遺伝子の発現量で、ここに隣にありますけども、こういうふうに表されている。で今この表している色はさっきも言ったようにGAL1についてちょっと動いちゃって変わっちゃいますけども、 GAL1 についての、ノックアウトした時の遺伝子の発現量を示しているものです。でさらに今この色は、低い方が青で、高い方が黄色というふうになっているんですけども、この、色の帯をダブルクリックすると別のウィンドウが開きます。でここの色っていうのは、自由に変えることができて、例えばこの今青のところが、変えたいときにはこの青の三角印のところ、ここをクリックして、例えばこの色を、まあ、赤にしてやると、遺伝子の発現量が低いときには赤になって、高いときには黄色になる。でちょっとこれが今色位置がこの値になっていて、それ以外、それ以上低くなると青ですよということを表して、まあ、こちらも一応適当にちょっと赤に変えますけども、こういうふうにすることによって、色を変えることが、できるわけです。まあ、全体見てみると青いところが赤に変わっているかと思います。でさらに今、真ん中のところに白い、まあ、ゼロのところ、要は、ノックアウト前後で、まあ、これは、ゼロを平均、基準として発言が上がったら、黄色であるとか赤であるというふうに、設定したんですけども、ここの白い部分を、まあ、なくしてもいいんですけども、ここで例えばデリートっていうのがあるんで、ここを選択してこれを押すとなくなって、赤から、黄色への、まあ、徐々に変わるというような感じで色の設定ができます。また追加することもできて、アドっていうのがあるんで、追加するとここに、新しいのが入って、で例えば、まあ、厳密には0、まあ、0ぐらいにしておきますけども、ここで例えば別の色に、例えばどの色がいいかあんまりよくわからないですけども、白じゃなくても灰色でもよかったりというようなことで、まあ、好きなところで、まあ、好きな色に変えられて、徐々にその色の、遺伝子の発現量によって色を変えることができるというような、ことを今お示ししたわけです。で今そのノードの、
見栄えを変えたんですけども、エッジももちろん変えることができて、エッジを変える場合にはやはりこのコントロールパネルの、下のところにエッジというタブがあるんで、エッジを選んでいただいて、この中のまたその、項目を変えてやればいいんですけども、例えば、よくやるのは、そのターゲットの矢印の形をどうするかということなんですけども、要は、まあ、プロテインプロテインインタラクションだったら、まあ、あまりその、方向性を見なくてもいいかもしれませんけども、例えばプロテインと DNA が結合するというような時に、ターゲットを DNA としてソースをプロテインとした場合に、今この表示だと、まあ、どっちがどういうふうにつながって、なんかちょっとよくわからない。もちろんそのデータを見ると、実は、このエッジのところを見て、こういうところを見ると PP とか PD と書いてある、要はプロテインプロテインインタラクションであるとか、プロテインと DNA の結合であるというようなことは、この属性を見ればわかるんですけども、この画面上ではわからないので、それをわかりやすくするためには、例えばターゲットアローシェイプのところをこうやはり選んでいただいて、カラムのところの、ここを今これ見ると、まあインタラクションのところに PP とか PD とか入っているので、インタラクションの属性のところの、値をここで2つあるんですけども、ディスクリートっていうマッピングというのを選ぶと、それぞれの値にこれちょっと切れちゃってますけども、多分ここに PD とか PP とか書いてあって、小さくこっちをずらしたらいいな、あ、そうですね、PP とか PD と書いてあって、PD の方の、エッジの、ターゲットの方の形を、例えばこの三角形にしてやるって方にしてやると、この先ほど言ったプロテインプロテイン、こちらがソースになって、こちらがターゲットになるというような情報が、図の中でも分かるようになるというようなことです。で、基本的にはこういったその、変えたいノードであるとかエッジを指定して、それぞれの項目についての値を、まあ、変えてやれば、このように、まあ、自由に、見てくれといいますか、色であるとか形を変えることが、まあ、比較的簡単にできるというのがこのツールの、特徴です。まあ、かなり自由度が高くて変えられるということです。で、ちょっと、スライドの方に戻りますけども、今話をしたのは、ちょっと先に飛ばしてしまったところもあるんですけども、ここら辺のサンプルデータの話をもう一度確認をしますと、ちょっと冒頭でも話をしましたけども、今開いた GARFILTER.cis ファイルは、出芽酵母の、データで、転写因子 GAL1、GAL4、GAL87 の遺伝子をノックアウトした株を対象にマイクロ RNA の遺伝子発現を行った。で、その、実験のデータ発現量を基地のタンパク質タンパク質相互作用およびタンパク質 DNA のネットワークに、まあ、反映したというような、情報、ファイルになるわけです。で、注目する遺伝子の発現がどのような制御を受けているかネットワーク上で確認しようというのが、今日の、この、プログラムの、主なテーマになっています。で、濃度が遺伝子を表していて、あるいは DNA を表していて、濃度の色が遺伝子の発現量、エッジ、まあ、線の部分はタンパク質、タンパク質の相互作用、あるいは、タンパク質、DNA の相互作用、PD の関係を表しているというものになります。ちょっと実は飛ばしちゃったところがあったんで、ちょっと前に戻りますけども、ちょっと話が、途切れちゃう感じもするんですけども、最初その、今、サイトスケープの画面構成を説明するために、GARFILTER.cis というサイトスケープのファイルを使って開いてご説明したんですけども、サイトスケープが開けるファイルは、先ほども最初のところで特徴のところでお話をしたように、いろんな形式のファイルを開けるというのが特徴になっていて、実はその開き方がうまくちょっと理解できていないと、ちょっとこのツールを使うちょっと妨げになっちゃうというか、なかなかこのツールが結構、使えそうなんだけども、なんか使いづらいねみたいな判断になっちゃうところでもあるんですけども、そこら辺のところをちょっと1枚のスライドで整理をしたので、ちょっと見てください。で、ファイルの開き方なんですけど、先ほど、CIS のファイルを開いたときには、ファイルのオープンから、CIS ファイルを選択して開いたんですけども、それ以外のファイルは、
オープンからじゃなくて同じくファイルのインポートっていうのがあるんで、インポートを選ぶとさらにネットワークとかテーブルとか、スタイルとか、まあ、いろんなまた項目があるんですけども、基本的には今日紹介するのはそのネットワークとテーブルを使うんですけども、ネットワークというところのファイルもしくはテーブルというところから、データを開くということになります。で、じゃあさらにこのネットワークとテーブルの違いは何なのかということなんですけども、このネットワークに入っている情報というのは、要はそのネットワークのそのものの構造で、要するに点と線の情報を開くとき、そういったファイルがそのネットワークの構造ファイルである SIF とか、GPMML とか GML という他に、例えば Excel で作ることもできるし、テキストエディターで実務を作ることもできます。ちょっとその後、これからちょっと紹介しますけども、このネットワークのデータを開くとき、ネットワークの構造を開くときには、インポートのネットワークから開く。でさらにこの属性値のデータ、先ほどちょっと紹介したサイトスケープの、右下のところに、属性値を表すその表、テーブルがあったんですけども、そのような例えば実験データの値を収めるようなファイルを別に作っておいて、その、ネットワークのファイルに、はめ込むというか、取り込むというようなことをするんですけども、そういったその実験データはこのテーブルから入れていくということをします。まあ、ちょっと今話してもなかなか分かりづらかったことがあるんですけども、このその実習2というところに実は、このファイルを開いてみましょうというところがあるので、これを、見て、そのファイルの中身を見ていただくと今言ったことがなんとなく分かるんじゃないかということで、ちょっと実習となってますけども、私の方でちょっとお示しします。で今紹介した先ほど、開いていただいたサンプルデータのところのファイルに、さっきも言ったように、さっきはこのガルフィルターと CYS ってファイルを開いたんですが、それ以外に非常によく似た名前のものがいっぱいあって、ガルフィルターと、CSV であるとか、ガルフィルターと GML であるとか、SIF であるとかあって、これはその同じような内容のものなんですけども、その、ファイルの形が違う、まあ、書き方が違うということなんですが、その、持っているデータがどういうふうに書かれているかということが分かると、先ほど言ったそのデータの、インポートとか、の、どのファイルをどういったところから開けばいいかということが分かるかと思います。例えば、ガルフィルターの CSV というファイル、これを開いています。これはあの Excel のファイルでもいい、Excel でも開けますし、まあ、テキストエディターでもいいんですけども、あの基本的にこういう構造をしています。でちょっと小さいんで。で要は、この、ネットワークの図なんです。要は、ここがノードで、これがノードで、このノードとこのノードをつないでいるのが PP という線であるんだという、この要はこの3つの情報でネットワークを書いている。これが1行が1つの点と線と点の関係を表して、点と線と点の関係を表していて、それがずらっと並んでいて、例えばあるところでこちらが今ソースになってますけど、またあるところでこれがターゲットになれば、またそこからまた別のところから線がやってくるというようなことで、ネットワーク図が構成されるというような、基本単位はこの、1行になるわけです。あとこちらの方にまた別のカラムがありますけども、これはその、まあ、特に今回あまりそのネットワークの直接的な構造とは関係なくて、そのこの PP のところに入る、まあ、属性値のようなものなので、ちょっと今回は無視してもいいんですけども、要はこのネットワーク図というのは遺伝子の名前とそのインタラクションの関係、今ずっとちょっと PPP としかないですけども、PD のものもあって、こういった情報を読み込むのが先ほど言ったオープンの、ファイルのインポートのなんだっけ、ファイルのインポートのネットワークのファイルから開くデータになるわけです。で一方、この、同じようなそのガルフィルターと GML というのも多分同じような書き方なんで、これをちょっと例えば、テキストエディターかなんかで開けるか、あ、これはあんまり良くないですね、すいません。あとこ
これもそのガルフィルターとエクセルの、これはもう本当にエクセルのファイルなんですけども、今この開いたもの、これは CSV の形になっているか、エクセルの形になっているかで、全く同じ内容になっているかと思います。一方、このガルフィルタードっていうファイルを、例えばテキストエディターで開くと、これはその、多分全く読むことができないと思います。まあ、こういう形で、はい。これがそのサイトスケープのオリジナルファイルなんですけども、基本的にはネットワークの構造の図っていうのが、ソースとターゲットの遺伝子、まあ、タンパク質とかとその、遺伝子間を、結んでいる線の情報を 3つで1組の情報があればサイトスケープ その形の情報が書けて、それ以外の、実験データ、さっき示したような、遺伝子の発現量のような情報はまた別のファイルとして書けばよくて、今この GAL、EXP データ CSV というのがあるので、これを開いてみると、この見方はこれが先ほど言ったその遺伝子の名前で、これがそのノードと、さっきのノードになっていた、まあ、ソースとかターゲットになっていたもので、そのコモンネームがこう、まあ、遺伝子のコモンネームになっていて、であと GAL1 の、GAL1 を、ノックアウトした時の遺伝子の発現量であったり、 GAL4 をノックアウトする遺伝子量だったりというようなことが、まあ、ずっとその、カラムごとに書いてあるというような感じで、この2つのファイルを、取り込むことによって、先ほど その元の CYS と同じようなファイルのような形でデータが取り込まれるということです。ちょっとここら辺分かりづらかったと思うんですが、ここら辺を多分、理解していただくと、このサイトスケープの今後の使い方も非常に発展できるんじゃないかと思います。で、次にパスウェイの書き方をご紹介をします。で、今はその元々のあるその、誰かが作ったファイルを開いたんで、まあ、なんとなくそのファイル、ネットワーク図の情報が、見ることができたんですけども、全くそのないような状況から、例えば皆さんが研究しているものから、まあ、実験のデータが出たんだけども、それをネットワーク図にその実験量を、取り込みたいといったときに、ファイルをどうしたらいいのか、その、要は下地になるファイルをどうしたらいいかということなんですけども、それについてご紹介をします。で、パスウェイの書き方っていうのは大きく3つあって、まあ、1番2番3番っていうのがあって、1番は既存のパスウェイデータを活用するというのが1番です。2番はテキストエディターやエクセルを使ってパスウェイデータを作成する。さっき言ったように三つ組で一つの、インタラクションになるので、それを自分でエクセルの表のような形で入れていけばパスウェイを作ることができます。で、3番目はネットワークビューアーに直接、まあ、お絵描きを点と線を結んで書くということが昔はできたんです。今ちょっとできるかどうか分かりませんけども、基本的にこういう3番目の使い方っていうのはあまり現実的ではないので、普通はやりません。で、ちょっと1番に戻って、そしたら既存のパスウェイデータを活用するのはどうしたらいいか。で、2番についてはまた後から、この実習でご紹介をしますけども、1番についてどういったものがあるのかって、ちょっと3つ代表的なものを挙げました。まあ、それ以外にもいくつかあるんですけども、で、1つは、サイトスケープのプラグインの中にインポート、ファイルを読み込むインポートっていう、プラグインがあって、その機能を使って公的データベースに収録されているパスウェイデータをダウンロードするというのが、まあ、一番やりやすいかと思います。多分今皆さんの環境のそのサイトスケープはまだプラグインのインストールをしていないので、多分今はできないと思います。もし したい場合にはちょっと後から紹介するプラグインの読み込みのところで、例えばウキパスウェイっていう、ウキパスウェイズっていうその、パスウェイの、パスウェイを共有するようなサイトがあって、それが、いろんな形式でダウンロードできるんですけども、そこのパスウェイをダウンロードすることができるようになります。で、2番目はパスガイドっていう、これはまあ、ちょっとだいぶ前になるんですけども、ある研究者の人がその、世の中にあるパスウェイデータ の、の情報をまとめた、まあ、ポータルサイトみたいなものなんですけども、そこの中にいくつかのパスウェイがあって、いくつかの形式のものがあるんですけども、そのうちのバイオパックスとか、その SBML というような形式のものについては、一応インポートが可能で、
あるはずです。一応サイトスケープで、対応可能だと書いてあるんでできるはずなんですけども、実際にちょっとやってみるとうまくその形が崩れちゃったりうまく表示できないものもあるんですけども、一応こういった、パスウェイの情報、既存のパスウェイの情報を利用するような、こともできます。あとさっき言った浮きパスウェイっていうのがあって、これはそのもうあのちゃんとページ、URL を持っている、ウェブページになっているウェブサービスになっているんですけども、そこで、データを探していく。でさっき言ったそのインポート機能を使ってサイト、浮きパスウェイを、直接読みに行くこともできるんですけども、この浮きパスウェイの、ページに行って必要なパスウェイのデータをダウンロードして、さっき言った、ファイルのインポートのネットワークというところから、その、ウィキパスウェイを見ることもできます。まあ、あのプラグインを使うと直接あのそういったことをせずに、見に行くことができるというのが一つの利点かと思うんですけど、持ってくる情報は一緒です。じゃあちょっと一つ一つといいますか、インポート機能を使ったデータの取り込みなんですが、ことはおそらく皆さんの環境ではプラグインが入っていないので、まあ、できないと思うんですけども、一応、ね、やり方だけ紹介をします。で、あのここに、上のメニューのところに、一応アプリっていうところがあって、そこを選んでアプリマネージャーっていうのを開くと、今自分がこのサイトスケープにどんなプラグインがインストールされているか分かるんですけども、ここにもうインストールドっていうのがあるので、ここをクリックしてもらうと、私は今こんだけのパスウェイ、プラグインをインストールしていて、その中に浮きパスウェイズっていうのが、まあ、インストールされているので、このインポート機能を使って、パスウェイを読み込むことができるんですけども、多分皆さんもしかしたらあの最初のデフォルトというか初期設定の段階では入っていないかもしれない。もし必要な場合には、ここで浮きパスウェイというようなことあるので、もう私はこの、インストールしてインストールドになっています。ない場合にはここでインストールが、ボタンを押すと、簡単にできるようになるので、これは今ちょっとやらなくてもいいですけども、もしそういったことに興味ある人はここでインストールしておくと非常に便利なプラグインであると。で今はちょっと私の入っているものを画面で、紹介するにとりますけども、さっき言った、インポートのところからネットワークを選んでもらって、でネットワークのファイルじゃなくてここにパブリックデータベースっていうのがあるんで、これを選んでもらうとまたウィンドウが開いて、ここでデータソースっていうのがあるんで、ここで一応その浮きパスウェイズっていうのを選んでもらって、でここで例えば、遺伝子の名前なんか入れてもらって、生物種を指定して探すと、この今 AKT1 という遺伝子を選択したんですけども、 AKT1 を含んでいるネットワーク、ウィキパスウェイにあるネットワークはこんだけありますよってことで、まあ、そのうちの例えばどれでもいいんですけども、例えば、インターロギン5のシグナルパスウェイっていうのを選んで、これを開くとこちらにその今パスウェイが取り込まれて、まあ非常にケグに似たような、あのこのウキパスウェイズっていうのは、ケグとかさまざまなその、パスウェイデータベースのデータを、まあちゃんとライセンスをちゃんと、した形で、皆さんに自由に使えるような形で公開しているものなんですけども、まあ、こういったそのケグのパスウェイのほとんどもこのウキパスウェイに載っているというようなことで、このウキパスウェイに載っているもののほとんどがサイトスケープで使えるので、サイトスケープ上で、このネットワーク図、サイトスケープでの解析等ができる。要は、ここに遺伝子の発現量を反映したりすることができるということです。昨日あの、武藤さんがお話しされたように、ケグのパスウェイの、ケグマッパーみたいな使い方があったんですけども、まああいった、ケグのパスウェイに対して色付けをするというような、ことも、もちろんこのサイトスケープ上で、先ほど言ったその、ビズマッパーというこの、左、今画面に出ている左のここから自由に設定できたと思うんですけども、まあ、そういったこともできますし、遺伝子の発現量を例えば Excel とファイル作ってやって、この遺伝子の情報を、ここの各ノードに入れるというようなファイルを作ってやって、それを読み込ますことによって、
またその、実験のデータの、大きさによって色を変えたりすることができるということで、皆さんの実験データをパスウェイ上で反映させるということは、ウィキパスへの、情報を使うことによって、一歩近づくんじゃないかというふうに思います。でこれは今、プラグインを使って、やった方法なんですけども、さっきも言ったようにウィキパスウェイというのは、ウェブ上でもここからもちろん見れて、ウィキパスウェイズっていうページがあるんですけども、そこに、これがそのページなんですけども、ちょっと今どんだけあるかっていうその統計量がちょっとパッと見てもわからないんです。ここに統計、大体2000ぐらいのパスウェイ、生物種全部、含めてなんですけども、2000ぐらいのパスウェイがあって、で、例えばどんなものがあるかっていうのを見るときに、ブラウズっていうのがあって、例えば、何でもいいので適当に選びますけども、このパスウェイを例えば選んでもらって、でこのパスウェイをダウンロードしてサイトスケープで、からまた、インポートしてあれば読むことができます。でその時にこのダウンロードのところに、そのウィキパスウェイっていうのは別にそのサイトスケープ専用のネットワーク図を提供している、サイトではないので、いろんな形式でダウンロードできて、その中の、GPML、 これはグラフモデルをの標準的な書式なんですだと思うんですけども、これを選んでいただいて、ダウンロードするとこのファイルを、ちょっと事前にちょっともダウンロードしたのがあるので、このファイルをやはりサイトスケープから、サイトスケープのインポートのネットワークのファイルからGPML だとか、 GPML というのを選んでもらって開くというようなことをして、パスウェイで開くというようなことをすると、さっきの、ウキパスウェイにあったものと、ほぼ同じの、同じデータが、サイトスケープ上で開くことができて、もちろんその遺伝子のところを選ぶと、ちゃんとこういった下のところに、これは遺伝子の名前が入っていたり、あと実験のデータ量は今もちろん入っていないんですけど、この表のところにそのカラムを追加してあって、実験データを入れてあるということで、先ほどの色付けを実験データ量に沿って色を変えたりすることができるということです。で、ちょっとお気づきの方いるかもしれませんけども、ちょっと元のあったウキパスウェイにあったものと、この形が、この線の形が違うんですけども、ちょっとこういう線を折るってことが、サイトスケールってちょっと昔はできたような気がする、今もできるかもしれませんけども、一応その取り込むデータの時にはそのこうやって折ることがちょっとできないので、そのまままっすぐになっちゃってますけども、基本的な構造は、そのまま残して、全て使えるようになっているかと思うので、プラグインを、インストールしなくてもパスウェイは書けますよということで、表示できますよということです。で次に、パスウェイのデータを自分で、作成して、サイトスケープで表示するという方法なんですけども、基本的にさっきも言ったように、この三つ組のデータ、ソースとターゲットとそのエッジの情報があれば、この形が書けるわけです。さらにこの形、この中に、例えば遺伝子の中に、遺伝子のシンボル名であったり、遺伝子のその実験量、エクスプレッションの量、発現量を入れてやるというような、このテーブルを設けることによって、最低1つのテーブルがあれば、そのネットワーク図を書けるんですけども、そのネットワークの中に実験データなんかを取り込ましたい場合には、もう1つ別のテーブルを作ってやって、このターゲットのこの部分とのその他のその属性がこうですよっていう対応するような形でちゃんと書いてやれば、基本的にどんな複雑な、ネットワーク図であるとかパスウェイズであっても、その Excel とか、テキストエディターを使って書けるということです。じゃあちょっとまた実際に、サイトスケープを使ってこれらのデータを読み込むことをちょっとやってみたいと思います。さっきも紹介したように、さっき、このここで見てもらったように、ガルフィルタード CSV っていうのは、
こういったそのソースとターゲットとインタラクションのこのデータなんですけども、これをまず、サイトスケープ上に、読み込んでみたいと思います。でその場合には、繰り返しになりますけど、ファイルのインポートのネットワークのファイルを選んであって、でそこの、ガルフィルタード CSV というのを選んでやると、でこういったウィンドウが出てきて、でここでちょっと設定してやらなきゃいけないんですけども、ここの設定の画面は何なのかというと、ソースの、情報はこの表の、これが今、さっきエクセルで開いたものがそのまま表示されてるんですけども、この、ソースの情報はどのカラムですかということが書いてあるので、ここでプルダウンメニューになっているので、ここでカラムの1、これ1、左が1、2、3で番号振ってあるんですけども、1というのを選んでもらうと、これがソースですよということです。で2番目、インタラクションのタイプは何ですかということなので、ここでは PP とか PD というような情報を表しているカラムがこれなので、1、2、3番目なので、ここでカラムの3番目を選んでやると選択できて、さらにターゲットのカラムは何ですかということなので、2番目を選んでもらうと、こういった形で、設定ができます。でさらに、ここら辺の情報は特に、ネットワーク確認必要ないんですけども、要は、エッジの部分の属性になるんですけど、一応、取り込みたい場合にはこれをクリックすると青に変わるので、この情報もエッジの、属性の情報として取り込まれることができます。でこれで、オープンとするその前にちょっと新しいネットワークを選ぶというようなことを確認をして、ここにあるんですけども、確認をして OK を押すと、まあ、こういった要は格子状に並んで、この四角のところが実は遺伝子を表していて、それが格子状に並んでいるんで、なんかよくわからないような感じになっていますけども、これが要はさっき言ったノードとエッジの関係を表したものです。もちろんその位置の情報がもちろんご存じ、お分かりになったと思うんですけども、入っていないので、まあ、こういう形に、まあ、もちろんなってしまうわけなんですけども、でさらにこのデータ今一つの、四角、レクタングルというかその四角が、一つの遺伝子を表しているんですけども、これを選んでもらってその属性値を見てもらうと、要は、名前の情報しか実は入っていないんです。要はさっき言ったその実験のデータなんかは入っていないので、実験データをまたこの、ノードに、取り込んでやらなきゃいけないんですけど、その場合にはファイルの、インポートのテーブルの、ファイルを選んでもらって、さっき見た、GALEXP データっていったものが、一番左のカラムに遺伝子の名前があって、その横にコモンネームがあって、あとはその、GAL1 を、ノックアウトした時の遺伝子発現量のデータが、あと GAL80 とか4とかっていうような情報があったと思うんですけども、そのテーブルを開くということにします。でそうすると今これがさっき見たそのエクセルで見た、ものなんですけども、これを取り込みますかってところで、今これ青で選ばれているところ、これが要はキーになって、これが主体になって、この、それぞれのネットワークのソースとかエッジを表しているもので、この値を、この持っている値を、主キーにして、ここに取り込みますよっていうようなことを今表して青で表しているわけです。でこれ変えるとこちらが青になったり、青に、別のところを変えたい場合には、実はちょっとこれが今隠れてるんですけども、ショーマッピングオプションというのがあって、今この、ここが青になっているところで今、G のところが青になっているので、ここで選べるようになっているんですけども、まあ、このままでいいので、特に、このままにしておきます。でただ今ちょっと実はいくつかのファイルを開いていて、ちょっと、行ったり来たりしますけども、こちらの、今見えないけど、このデータをこの属性のデータ、実験のデータを、どのファイルに、どのネットワークのファイルに読み込むかってことなんですけども、いくつかちょっと開いていているので、ここで、さっき開いたガルフィルターの CSV のファイルにこのデータを読み込むということを選択してやらなきゃいけないです。でもし選ばないと、今最初に選んだ ACE のインヒビターパスウェイっていう、先ほどその、浮きパスウェイから開いたパスウェイの情報に、属性値をちょっと、今たくさんのファイルを開いているので、組み込まれちゃうんですけども、ここではガルフィルターで、まあ、1つのファイルしか開いてなかったら、ネットワーク図しか開いてなかったらそれでいいんですけども、ここでは今ちょっとたくさん開いちゃってるので、この、ガルフィルターと CSV というのを選んでやって、OK と押すと、
今もう見てもらったら分かるように、ここに要は、先ほどこの名前の情報しかなかったんだけども、ここに、実験のデータであるとかコモンネームの名前が入ったということになるわけです。で、今お話したのが、スライドのえっと40ページぐらいまでだと思います。ここまで何かご質問等ありますか？ちょっとなかなか、はい、先生の方なんですけども、PDPD プロテインプロテインインタラクションか、プロテインと DNA の結合関係を表している情報なので、それは順に例えばその他の関係の情報なんかも、今 PT と PD なんですけども、ご自分の、持っているデータによって、パスウェイのデータによっては、もっと別のいろんな結果となるかと思うんですけども、なんでいいんですか、はい、矢印はですね、さっき言ったそのソースとターゲットという情報、一応その、が出ることを受け取る方という形が一応設定することになっている。特にそのプロテインプロテインインタラクションの場合にはソースのターゲットもあまり意味がないんですけども、それにしても一応、設定してやらなきゃいけなくて、でその時にさっきもお示ししたように、ターゲットの方のエッジの、端っこを矢印にしてやると、まあ、一応 こっちからこういう方にきつくんだなみたいなことは視覚的に分かるようになるので、まあ、プロテインと DNA の関係を表す時には、まあ、私は仮に今そういう形でさっき示したようにターゲットの方の矢印の、端っこを矢印にすることによって方向性をちょっと分かるように可視化したということです。で今、こういった形で非常にその、格子状に並んでいて何が何だか分からないような状況なんですけども、これを一つずつうまくその並べて、さっきも言ったようにそのレイアウト機能がないと全くそのもう、どうやって手をつけていいか分からないと思うんですけども、ここにレイアウトっていうボタンがあって、ここにやっぱり何種類かのレイアウトがいくつかあるんですけども、その中でデフォルトといいますか、非常に一番最初に使うのに適したレイアウトがあって、そこがその実はここにもうアイコンになっていて、ここのアイコンの、右から5番目くらいにプリファードレイアウトって、これを押すと実はなんとなく生物学っぽいネットワークが書けるようになるわけです。でこれは別に生物学の情報を全くその、取り入れているわけではなくて、ノードとノードが重ならないように、さらにそのエッジとエッジがあまり交差しないようにみたいな、アルゴリズムがあって、それを採用するとなんとなくその生物学っぽい実はネットワーク図が、書かれるようになってきて、で、まあそうすることによって実はその中でもこういったようにハブになるようなところがなんとなくそのネットワーク図を見ることによって、分かるようになってくるということで、その生物学このサイトスケープというかその、ネットワークを、生物学の情報を取り扱うときにこのアルゴリズムが非常によく使われます。でさらにちょっとこの形が見にくいので、もうちょっと手直しをしたいと思うんですけど、そのときに例えば、スタイルのところの今ユキパスエーズっていうスタイルになってるんですけども、そこで、さっき言ったそのガールフィルタード、スタイル2とか、ディレクテッドっていうの、まあ、どれでもいいと思う、まあ、皆さん好きなものを選んでもらってもいいと思うんですけども、こうやって選ぶと先ほどのそのデータに非常に近いような、形で表示がされているかと思います。あと、先ほど示したその、プロテインと DNA の結合関係の情報もさっきの、設定がちょっと残っているので、今この矢印の方向でもうこういう方向でこれが、プロテインでこっちが DNA の関係になってこういうふうにつながるよという情報が、まあ、示されているんですけども、こういった形で既存のその使ったものの、作ってある、こういったいろんな、ものがあるので、こういったものを最初は活用しながら、少しずつ手直ししていくっていうのが効率的な、まあ、使い方になっているかもしれません。
で以上がこの、あのもうサイトスケープの本当基本的な使い方で、あとこれさえ、ただこれぐらいをもうやっておくと、あとはもうあと生物学的な情報のデータをどう取り、まあ、取り込んだ後どういうふうにそれを解釈するかということなので、まあ、皆さんの、腕の見せ所になって、もうサイトスケープに頼るところというのは実はあまりなくなってしまって、まあ、もちろんプラグインを使って、うまく解析に使うということがあるんですけども、あとは皆さんが知恵を絞って、工夫して使われることになると思うんですけども、あと、まだちょっと説明してない、あのレイアウトのところがちょっとさっきちょっと乱暴に説明してしまったので、もう少しレイアウトのところをいくつか、紹介したいと思います。でレイアウトのところは先ほども、示したように、ここにあのレイアウトっていうファイルメニューがあって、ここでいくつか選べばいいんですけども、まあ、一つ一つ実際にいじってもらって、試していただくのがいいんですけども、ちょっと代表的なものをいくつか紹介をしたいと思います。でまず最初が、この、お配りした資料によると、アトリビュートサークルレイアウトっていうのがあるんで、それをちょっと選んでみます。アトリビュートサークルレイアウト、これは、このネットワーク図が持っている属性の情報をもとにして円形にそのノードを配置するというものなんですけども、ここで、例えば、ガル1という先ほどそのガル1の遺伝子をノックアウトするときの、遺伝子発現量を色付けしたものなんですけども、それを選んで可視化させるとこういった形になります。でこれはちょっとあの小さくて見にくいんで、これちょっと拡大して見てみると、実はその先ほど示したように赤い方がどっちだっけ、遺伝子の発現量がどっちか、まあ、小さくなっている、まあ、小さいものから、反時計回りにぐーっと回っていくというようなことを、示した、レイアウトになります。でずっと回っていってこちらに行くと、黄色になって、黄色の色が濃くなってきていると思うので遺伝子の発現量が大きくなっているというような、その属性値によってその遺伝子の並び方を、関係上というのはその輪っかの形でまとめているものが一つあります。でもう一つ紹介するのは、同じように属性値を使うというわけで、属性値を使うのは、さっきもちょっとネットワークの最初の頃にご紹介したように、そのネットワークの中のハブ的なものっていうのが生物学的にも非常に重要な役割を持つことが多いということで、そのハブになるものを見つけようということで、さっき、お見せした例えば、ハブを見つけるためのいろんなその、ノードに対してどれだけ線が入っているか、あるいはどれだけ線が出ているのかっていう、そのことを実数というんですけども、その実数が多いものから順番に並べるみたいなレイアウトもここに、ありますので、ディグリーソーティッド、サークルレイアウトっていうんですけども、そうすると、まあ、こういう形で、やはりその、これ実は、濃度の大きさがその、大きいものほどたくさんの線が出たり入ったりしていることを、書くようにこちらの、ビズマッパーの方で設定しているんですけども、まあ、見てもらうと分かるように大きいものから、だんだん小さくなっていくというようなことを、表し、というようなルールで、並べ替えたものです。まあ、これも実際そうちょっと使うかどうかというのは分かりませんけども、一応その、ハブになるような遺伝子、ネットワーク上の接点を見つけるときにはちょっと便利なのかもしれません。で、あとは、まあ、似たようなもので、グループドアトリビュート、グループアトリビュートレイアウトってことで、これも、例えば、選んでもらってディグリーにすると、その、同じその、濃度から、線が出ている、あるいは線が入ってくる濃度の、濃度ごとに、まあ、まとめた形で、こうレイアウトをしたり、あるいは Prefuse Host Directed Layout、 これが実は、先ほど示したそのデフォルトのレイアウトの仕方でして、ここでこれを選んでもらうと、
もう酒の元と同じ、ちょっと若干その、初期設定値が違う恐れがあるのであれなんですけども、まあ、こういった形のものが、まあ、これと先ほど示したそのデフォルトの、まあ、最も一番最初に使うべきレイアウトの、自動レイアウトの、アルゴリズムなんですけども、まあ、それは、ここではプレフューズフォースディレクティッドレイアウトっていうもので選びますし、まあ、ここにも一応、アプライプリファードレイアウトっていうのは、まあ、ほぼ同じなんですけども、まあ、そういった形でレイアウト自動レイアウトがあります。で、あともう一つ紹介しておきたいのが、ここにレイアウトのところで、要は階層的に表示するっていうのがあって、どこだっけな、あ、このハイラティカルなレイアウトっていうのがあって、これを選ぶと一応そのこれちょっと下から多分下から上に、まあ、あの方向性がある場合に、プロテイン、DNA の結合関係みたいにその方向性がある場合にはちょっと有用な、まあ、要は、出てく、線が多いノードを下に配置して、下から上に、情報が流れていくというような、その階層的な表示を表すことができるので、この場合には例えば遺伝子制御の関係を見るときに、もちろんそのエッジのところの情報にちゃんと方向性を持たせてやらないとあまり意味ないんですけども、そういったことをちゃんと持たせてやると、なんとなくその、上位にあって、情報が下から、まあ、下から今上につながるように書いたり、まあ、あの反転させることはできるんですけども、まあ、そういった形で並べ替えることも、できます。で、実は今この何度かファイルを開いたんで、ここにあの開いたファイルがここであのコントロールパネルのネットワークのところで、まあ、階層的にこういう形で表示されているんですけども、まあ、実はあまりその余分なものを開いていると、間違いやすいので、消す場合には、まあ、選択してもらって、デストロイネットワークって言ったら多分これが消えると思うので、ちょっと余分なものをちょっと説明の都合上消したいと思います。で、最後はちょっとこの、ファイルを使って、簡単なそのデータ解析、そのネットワーク図を見ることで、そのデータの、持っている意味を、ちょっと理解しようっていう、まあ、非常に簡単な例なんですけども、ご紹介をしたいと思います。この資料でいうと、51ページの資料になります。あと10ページぐらい、なんとかあと10分ぐらいで終わりたいと思います。ちょっと繰り返しになるんですけども、まず、このネットワーク図の見栄えを変えたいと思います。さっきも何度かやってますけども、このノードの色を変えたいと思います。で、今はこのノードの色を変える場合には、コントロールパネルのスタイルのところのノードのタブを開いてやって、フィルカラーのところの、を選択してやって、カラム、要はこの、この、ネットワーク図が持っている、属性値のどこを変えるかということなんですけど、一応この今回は、ガル4という遺伝子を、ノックアウトした時の例を示したいと思うので、ガル4のエクスプレッションというものを選んでやって、でその時の色の変化を、まあ、あの今こういうふうになっているので、まあ、そのままやってもいいし、色を変えてもいいんですけど、まあ、一応ちょっとこのままで、ちょっとあのスライドの方は色を変えてます、別の色でやってますけども、まあ、色は特に関係ないので、このままで、やってみたいと思います。で、そうすると、まあ、こういった形で、遺伝子の発現、ガル4をノックアウトした結果、遺伝子の発現度が上がったものが黄色で、あまり変わらなかったものが白で、下がったものが赤であるというようなふうに示すようにしました。で、この中で、
ガル4がノックアウトしたことによってどういった遺伝子が、どういったその発現の制御をしたのかということを、まあ、この、情報からだけ分かることをちょっと示していきたいというふうに思います。でまず、このネットワーク図の中をちょっと全体を見ると、ちょっとこちらの画面では見づらいかもしれないんですけども、ここのところが非常に濃い赤になっているので、ちょっとここら辺のところを注目して見ていきたいと思います。まあ、全体のところ、まあ、ほぼ黄色で、黄色になっている、特に水色になっているので、あまり変化がないということなんですけども、この部分が非常に赤くなっているので、この部分の遺伝子の発現が、まあ、おそらく下がったんだろうなということがなんとなくわかるので、この部分をちょっと拡大をして、見ていきたいと思います。で、マウスの場合にはここで選択をして、選んで、これを選ぶと、まあ、こういう形で出てきます。そうすると、実はそのガル4を、ノックアウトして、まあ、そうすると、まあ、若干ピンクになっているので遺伝子の発現が下がったんですけども、その周辺にあるものが、遺伝子の発現量が下がっているということが分かるので、もう少しここら辺を、細かく、見てみようと思います。でその時に一応、このガル4を含めて、この赤になったものの遺伝子のと、結びついているもの、直接関係している字を、濃度をちょっと、注目して見ていこうと思う。その前に、今このネットワーク図では、このように、プロテインと DNA の結合関係とその方向性のない情報が2つ混じってるんですけども、これは混じってないな、ここら辺はその PP なんで、まあ、今回はその遺伝子の制御関係を表すんで、まあ、ちょっと乱暴ですけども、プロテインプロテインインタラクションの情報が、まあ、全く意味がないってわけではないんですけど、ちょっと分かりやすくするためにプロテインプロテインインタラクションの情報を削るというようなことを、この濃度、プロテインプロテインインタラクションの濃度だけを削るってことをしてみたいと思います。でその時に使うのが、ここのコントロールパネルのセレクトっていうのがあるんで、セレクトを選んでもらって、でそこにデフォルトのフィルターってだと、まあ、これしか選べないんですけども、これを、選択した状態でプラスのところをボタンを押すと、カラムに対する、属性値に対してフィルターをかけるよってことなんですけども、カラムフィルターっていうのを選んでもらって、でどのカラムの情報を使ってフィルターをかけるかっていうときに、そのノードの持っているところで、ノードじゃなくてエッジの持っているインタラクションの情報を、フィルターにかけて、さっきも言ったようにその PP とか PD という情報があるんで、まあ、一応 PD の情報だけ欲しいということで、ここに持っているインタラクションに入っている情報は PP と PD なので、PD だけ選んでやって、でその関係が、要は、エッジのインタラクションが PD のものを選ぶということをすると、実はもう自動的にこの今かで、実はもう、選択されているんですけども、この選択されたものだけを、このネットワーク図に残したいんですけども、その場合どうしたらいいかというと、今、フィルターをかけて PD のエッジのところだけ、捕まえてきているので、さらにその PD の、エッジがあるソースとターゲットの情報の濃度を選択してやらなきゃいけないんですけども、その方法なんですけども、今この PD が選ばれた、状態の中で、ちょっとこれ複雑なんで、よく聞いてないと分からなくなっちゃうかもしれませんけども、エディットっていうところがあって、エディットの中に、あ、違う、すみません、セレクトっていうのがあって、このファイルメニューのセレクトっていうのがあって、セレクトの中にノードっていうのがあります。で、ノードの中の下の方に、ノードコネクティッドバイセレクティッドエッジっていうのがあるんで、これを選んでもらうと、今、PD という、エッジが選ばれているんだけども、その中でそれとつながっているエッジを含めて、今、黄色で変わったんですけども、その状態を選択をしたということに、なるわけです。で、この選択したものに対して、新しいネットワークを作るという実はボタンがここに、あるんで、ここの、アイコンメニューの、左から4番目のところに New Network from Selection、 要は選んだものから、ネットワークを作るということで、この大きな、ネットワークの中から、プロテインと DNA の関係のネットワークだけを、
中止するってことができる。これを押すと、まあ、こういった形で今できたんですけども、要は見てもらうと、これはマジちょっと間違えました、すいません。ここで今、PD のエッジが選ばれていて、それをによってコネクトされているノードを選んでやって、でここでこっちをやらなきゃいけないのかな。ファイルの New というところがあるんで、New のネットワークというのがあるんで、選んだノードと選んだノードと選んだエッジから新しいネットワークを作るってボタンを押すと、ここで要はプロテイン、DNA の、結合関係からなるネットワーク図ができたわけです。でここでちょっとまだ並び方が悪いので、ここで、おすすめのレイアウトをして、まあ、表示させることがにします。でさらにちょっとまだこれだけでは情報が多いので、ちょっとさっきも言いかけちゃうんですけども、今ガル4を、ノックアウトして、その発言量の変化を見てるんですけども、このガル4と発言量の特に下がったこの4つをちょっと選択、ちょっと黄色で見にくいんですけども、複数選択するときは1つの場合にはクリックすれば、選んでクリックすればいいんですけども、シフトキーを押しながら選択をすると複数選択ができて、この今選んだものと、隣にあるノードを取ってくるというようなことが、できます。今選んだ GAL4 と GAL1 と GAL10 と GAL7 っていうのが、今選んでるんですけども、それと隣り合ってるっていうのはエッジでつながっているものを見つけてくるってことがボタン一つでできて、ここにファーストネイバーズオブセレクティッドノードっていうのがあるんで、これを使うと、選んだノードの隣にあっている一番最初のものを見つけてくるってことができるんで、これを選択すると黄色の範囲が広がって、でこの今広がったものに対してこの今選んだ、ノードとそれが、含まれているエッジをから新しいネットワークを作れということをすると、まあ、こういうネットワーク図が、できるわけです。でそうすると、まあ、ここから何が言えるかっていうと、まあ、ちょっと非常に乱暴な結論になっちゃうんですけども、GAL4 が、ノックアウトされた結果、この GAL1 とか GAL10 とか GAL7 というようなものの遺伝子の発現が下がって、さらにそこに先にあるミグワンという遺伝子が、発現が、まあ、あまり変わらなかったというか、その黄色になっているので若干上がったというような、制御関係をこのネットワーク図、今与えられた、遺伝子発現量からネットワーク図、プロテイン、DNA の結合関係のネットワーク図から、まあ、見つけるといったようなちょっと例をお示ししました。まあ、非常にこれ単純な使い方で、生物学的な情報 と、 その、ネットワーク図を見て、まあ、直感的に、見つけに行くっていう方法なんですけども、まあ、こういう方法がサイトスケープが使うのに、まあ、非常に役立っているということを示している例だと思います。で今この、大きなネットワークから部分構造を見つけていく、ちょっと分かりづらい点があったので、もう一度復習される方はこの資料の方に行かれれば、見に行っていただきたいんですけど、もともと331あったものから、どんどんと絞り込んでいって、最終的には11個の、小さい、パスの部分構造を、なんか意味がありそうな部分構造を見つけてくるというようなことを、示しました。
で以上で、今、ご紹介した資料の、見ていただいた資料の61ページまで終わって残り数分あるんでもう簡単にプラグインの紹介だけして終わりたいと思います。本当は実際に、研究で使われる場合にはこのプラグインの使い方をちゃんと、ご紹介しなきゃいけないのにいつもちょっと時間がなくなってしまってちょっと申し訳ないと思ってるんですけども先ほど統合テレビの話がボーノンさんからあったと思うんですけども統合テレビの方で、そのサイトスケープのちょっと応用的な使い方について統合テレビのプログラムをちょっと増やしたいんだけどもって相談をしたら、やってもいいと言われたんでまた、機会がありましたら作りたいと思うのでこの続編はその統合テレビを、見ていただくってことでちょっとお許しいただきたいと思います。最後にプラグインのところだけ簡単にこのスライドを使ってそしたら紹介をします。さっきも言ったようにそのファイルメニューのところに、プラグインっていうのがあってプラグインでアプリっていうのがあってそれを開くとこういったそのアプリの、どんなアプリがあってどんなアプリがインストールされているのかっていうことを示す、ウィンドウがあります。でどういったものがあるかっていうのこのちょっとクラスター、この分類体系はちょっとこれ古いものなのでいろいろ変わってると思うんですけどもグラフの解析であってさっきそのエンリチメント解析っていうのはボーノさんがお示した、デビットのような解析であるんですけどもそういったものであるとかデータのインポートであるとか、クラスタリングとか、オントロジー解析これもさっきそのボーノさんがデビットの中の、ジーンオントロジーの解析ともちょっと重なるものがあるかもしれませんけどもそういったものであったりシステムバイオロジーのツールであったりというようなものがあります。でその中の、ちょっと面白いものを紹介したいと思います。でこれはちょっとあまりその、使われているわけではないんですけどもアジレントの リタラチャーサーチというのがあってこれはどういうものかというと、自分の興味のある例えば遺伝子をここに入れてもらってでそこの遺伝子名に、を使って、パブメドとか、特許の US 特許の、文章の中に遺伝子名があったときにそこの遺伝子名、その文章、例えばアブストの中に、その遺伝子と、同じ、センテンスだったかちょっと忘れましたけども、同じそのアブストの中に含まれているものがあったら、線で結んじゃえというようなもので、例えばこの一つの例として、APP という遺伝子と APOE という遺伝子を使って、それぞれが持っている、この線のところが、一つの、アブストとか特許の中に登場してきたというものなんですけども、そうすると、この、直接アポイと APP という遺伝子がつながらなかったんだけども、別の例えば遺伝子を通じて、つながるということがその文献上ではあるよというようなことを、見つけるようなちょっとその、いろいろ、実験のデザインとかですねそういったことをなんか示唆してくれるような、プラグインもあります。であとはそのクルーボーっていうのはこれはあのデビットとほぼ同じでボムさんが言ったようにはその例えばマイクロ RNA の発現解析をして高発現した遺伝子群が取れてきたときに、それに対してその遺伝子群がどういった共通の機能を持っているかということをアノテートするような、ツールであります。ただ、サイトスケープ上でできるっていうメリット以外何もなくて、おそらくデビットでやった方がロームで投稿するときにはレビューなんかも、なんでデビット使わないんだというようなことを言われちゃう恐れがあるんですけども一応そのサイトスケープ上でもこういった、こともできるということを示しております。であとこれはこういった遺伝子発現のネットワークの中からその遺伝子の発現パターンが似ているとともに、遺伝子 そのネットワークの中で非常にその関連性のありそうな密になっている部分を見つけてくるような、モジュール、プラグインがあったりこれはもう実、生物学的な情報を全く考えずにネットワーク解析の技術からその、部分パスを見つけてくるような、プラグインがあったりあとはこれよく見るその遺伝子発現量のクラスタリングのツールで、昔、ちょっと名前元は何だかちょっと忘れちゃいましたけど、それがちょっと実はサイトスケープ上でも、プラグインとして働くようになっているということで、この、クラスターとヒートマップを作るところまでも一応、ネットワークビューアーということなんですけども一応ここまでも一応サイトスケープのプラグインではできるようになっているということです。であとはちょっとその便利な使い方ということでいくつかちょっとまとめてみたので、実際使われることはちょっとご確認ください。あと参考と資料として、
ドキュメント等の、がまとめておきましたので、興味のある人は、見てください。でこ の, 発表資料に作るにあたっては先ほども最初に紹介した、サイズスケープの会社の大野さんにいろいろご助言いただきながら作らせてもらったり資料の方を提供していただいています。以上です。